はい、皆さんこんにちは、亀の子あたしです。はい、今回ですね、野原工芸のペンのクワの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、野原工芸さんのペンの経年変化をそっと見回る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っているクワの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、この動画なんですけど、ずっと続いているシリーズになります。まあ、ぜひ過去のやつ遡って順番にご覧いただけると嬉しいんですけど、まず最初ですね、はい、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよというのと、あとはクワについてまあちょこっと紹介したいなと思います。ただしここはですね、まあ、自分の動画はシリーズとかずっとご覧になっている方にとってはちょっとおさらい部分になるかもしれないんで、まあ、飛ばしていただいても構わないです。でその次なんですけど、実物をボンと出してみて、これは自分の思いが入るかもしれないんですけど、まずは主観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でその次なんですけど、前回となるべく同じようなアングルと照明光を元に撮った写真があるんで、今度は写真同士を比較していきながら客観的に経年変化の方を見ていきたいなと思います。でラスト、まあちょこっと時間があったら雑談を挟むような、まあこんな感じの構成にしたいなと思います。はい、まあ自分ね、思わずですね、ちょっとね話が長くなっちゃうかもしれないんで、はい、まあ飛ばし飛ばしてもいいですし、早送り再生でもいいんで、なぜ皆さん最後までですね、まあ、楽しくご覧いただいて、最後にいいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、この動画を収録しているのが2022年の8月の後半なんですけど、皆さんいかがお過ごしですかね。はい、もうだいぶね、まあ、ちょっとですね、まあ、涼しくなってきてですね、まあ、ちょっと秋の気配を感じる今日この頃で、まあ、夜にですね、まあ、ちょっとね、まあ、チロチロとですね、まあね、秋の虫のちょっと鳴き声も聞こえてるかなというような、まあ、そんな感じの時にまあこれ収録してるんですけど、はい、今回はですね、はい、17ヶ月目ということでね、はい、まあ、どんな感じになったかというのをまあ紹介していきたいなと思います。はい、ということでね、じゃあまず最初ですね、はい、まあ、ちょっとクワについてのまあ紹介と、あとはどんな感じの経緯で手に入れたかというのを、まあ、その辺は紹介していきたいなと思います。じゃあまず最初ですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。はい、まあ、こちらですね、まあ、朗報、頼んでた野原工芸のボールペンが届くということで、はい、まあ、この時なんですけどね、まあ、今回皆さんに紹介するクワっていうのがこの上の方なんですけど、これ手前のやつですね。はい、まあ、これがですね、まあ、ちょっと濃いやつなんですけど、これシーオークっていうやつです。でこの時なんですけど、まだ新型のシャーペンがまあまだ出てない時で、まあ、ボールペンのね販売イベントがあった時で、まあ、この時、まあ、ちょっと今とは基準が違うんですけど、2本まあ、いけたんで、まあ、買った感じです。まあ、それ以上にも確かいけたんですけどね、まあ、この時2本買いました。でこの時はまだ今はちょっと頼めない切り箱オプションがあったりとか、まあ、ちょっと今とは全然基準が違うんですけど、まあ、こんな感じで2本お迎えしました。で今回皆さんと見ていくのがこの上のやつですね。はい、まあ、これなんですけどね、2021年のまあ3月にまあ頼んだ感じでして、はい、そこからですね、ごめんなさいね、2021年の2月に購入してですね、まあ、到着したのが2021年の3月という感じです。うん、まあ、ボールペンだったかわかんないんですけど、まあ、ちょっと早めにお家に届いた感じですね。はい、でまあそこをですね、まあ、2021年の3月を起点としてですね、まあ、こんな感じのサムネで動画を続けてます。まあ、それがこちらになります。はい、まあ、こんな感じですね。シリーズ経年変化、野原工芸クワ、これ0ヶ月後です。まあ、2021年の3月が起点なんでね。まあ、これが次回の4なんですけど、まあ、ここのところがずーっとカウントアップしてって、まあ、1、2、3、4、5、6ずーっと続いて、今回が、まあ、17ヶ月後、どんな感じになったかっていうのを、まあ、見ていく感じになります。はい、で、あとはですね、これね、クワなんですけどね。はい、まあ、クワというとですね、皆さん何を思い浮かべるかわかんないんですけど、はい、そうなんですよね。カイコ。はい、まあ、それがね、好んで食べる葉っぱっていうのが、このクワの葉っぱになります。で野原工芸さん、いろいろとですね、まあ、樹種扱われてて、まあ、このクワっていうのが実はですね、はい、まあ、野原工芸さん、まあ、木の経年変化を星でですね、ホームページの方で表されてるんですけど、まあ、大体まあ、変化しないやつが星1ぐらいで、まあ、すごい変化するやつが星4、まあ、2022年現在、まあ、星4がまあマックスかなという感じなんですけど、はい、なんとですね、このクワなんですけどね、星4なんですよね。はい、まあ、すごく変化は期待できるよということで、あ、これちょっと楽しみだなということで、まあ、そういう風な理由でね、まあ、自分買った感じなんですけど、はい、まあ、他にもですね、自分は動画で星3の欅とかですね、星2の、あとは山桜とか紹介しています。で、さっきちらっと前に映ってたシーオークというやつ、まあ、これも模様が面白い、まあ、木ではあるんですけど、まあ、経年変化、確か星1ではあまり変化しないやつだったかなとちょっと記憶してます。
はい、どんな感じなんですかね、まあ、この星4のクワ、はい、まあ、これがね果たしてどんな感じで変わってたのかっていうのをこれちょっと楽しみにね、まあ、見ていこうかなというやつです。まあ、ちなみにクワなんですけどね、はい、まあ、カイコが非常にあの長い糸ですね、はい、あのまあ出したりとかもするんで、まあ、長くまあ縁が続くよみたいな感じとか、まあ、そういうふうなあのまあ意味合いもあって、割とですね、まあ、縁起物の、はい、キーとかとしても知られるんで、まあ、あのプレゼントとかにも非常に向いてるんじゃないかなというやつになります。はい、というような感じですね、まあ、あの経緯とか、まあ、クワについてのまあ紹介だったんですけど、じゃあ今からですね、まあ、ちょっとあの実物をですね、はい、あの出してみて、ちょっと経年変化、まあ、17ヶ月目のやつをあの見ていきたいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん、はい、こちらがですね、まあ、17ヶ月経った、まあ、クワのやつになります。まあ、クリップはですね、これあのちょっとまあ歴代でいろいろ変わってはきているんですけど、まあ、こんな感じのストレートの、まあ、銀のやつにしました。まあ、結構使っていこうかなというふうなあの意味合いで、まあ、そうですね、まあ、金よりも銀の方が、まあ、その辺、まあ、ハゲとか気にならないかなと思ったんで、まあ、これ使ってるような感じです。で、そうですね、まあ、17ヶ月経って、まあ、こんな感じなんですが、まあ、届いた時に比べるともうだいぶもう茶色くなってきたかなという感じなんですけど、そうですね、ここ最近の、まあ、1、2ヶ月は、まあ、そこまで、まあ、変わってないかなという感じです。で、まあ、あの使い方なんですけど、そうですね、自分はあの、まあ、ちょっと四六時中ベタベタ触ってるとか、まあ、今自分が受験生でなんかいろいろ勉強で四六時中これ持ってるというわけではないんですけど、まあ、机のね、あの端のところに、まあ、目立つところに置いといて、まあ、パッて取るような、まあ、そんな感じの使い方してます。でね、オイルもですね、これあの、まあ、塗る方もいるんですけど、まあ、自分はなるべくあの手の油でですね、はい、あのまあそれでずっと着てるよという感じになってます。はい、まあ、でもあのこんな感じなんですよね。まあ、結構きれいめにまあ使ってるかなと思います。でこれなんですけど、野原工芸のこれあのスタンダードタイプのノックのやつです。はい、あとはまあスリムタイプっていうやつがあって、まあ、厳密に K をあのシャーペンと揃えたいならば、まあ、あのスリムタイプなんですけど、そうですね、まあ、このスタンダードタイプ、まあ、それよりも一回りちょっと大きいやつになります。まあ、でもそんなにあの違和感はなかったりするんでね、はい、あのちょっとあの太めのやつで、まあ、ちょっと重いたいやつ持ちたい方はこのスタンダードタイプいてもいいんじゃないかなと思います。でこの中なんですけどね、あの、まあ、リフィルが入ってるんですけど、それがまあ金属だよっていうのは、まあ、そこのところがちょっと違う感じです。まあ、今ちなみにちょっと見てみるとですね、まあ、中のところこういう風に開けてみるとこんな感じの金属のやつが入ってます。まあ、一方スリムのやつに関しては中側であの樹脂のあの細いやつが入ってたりと、はい、まあ、そんな感じのちょっと違いがあったりとか、まあ、するのがまあちょっとスタンダードとあとはスリムタイプの違いな感じですね。はい、でまあ、こんな感じで回すと、まあ、元に戻るよという感じの、まあ、ノックタイプの、まあ、こんな感じの、はい、ボールペンです。はい、まあ、大人になったらね、結構ボールペンでまあ使う機会があったりするかなと思うんで、まあ、個人的には結構まあ言っても割と使ってるかなというやつなんですよね。まあ、こんな感じでまあ17ヶ月迎えた感じです。はい、ということでね、じゃあ今からですね、これあのそうですね、あのまあ次客観的に見ておこうかなということで、まあ、前回となるべく同じようなアングルと照明光の元で撮った写真があるんで、じゃあそれをですね、今からね、あの一緒に比較していきたいなと思います。じゃあまずはですね、あのこちら出してみましょうか。はい、まあ、こちらですね。はい、まあ、これはあの0ヶ月目のやつです。じゃあここのところですね、まあ、あの順番にカウントアップ今からしていきたいなと思います。はい、0、1、2、3、4、5、6、これが半年ですね。で7、8、9、10、11、12、これが1年です。で、まあ、13、14、15、16ときて、今回の17ヶ月目、こんな感じになりました。じゃーん、はい、まあ、16、17、16、17、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、10、0、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16ときて、今回の17ヶ月目。はい、まあ、こんな感じになりました。じゃあちょっとね、間をまあ取っていって見てみましょうか。まあ、これがあの12ヶ月、まあ、1年の時との比較ですね。はい、まあ、ちょっとやっぱ濃くなってるような感じですよね。まあ、でもあの直近の時のこう比べると、そうですね、まあ、変わってない感じですね。まあ、若干ちょっと気持ち溝が濃くなったかなという感じはあるんですけど、まあ、まあ大して変わらない感じですね。はい、じゃあもうちょっとあの間を引いてってみましょうか。はい、ということでね、まあ、これあの6ヶ月目の時と比べてるんですけど、これはもう明らかにちょっと結構変わってるかなっていうのがあの見て取れるかなと思います。はい、でまあ、さらにですね、まあ、あの撮っていってですね、まあ、一番最初の時ですね、
はい、まあ、これと比べてどうかというとこれぐらい変わってきます。いや、こう比べてみるとね、まあ、だいぶ変わってるかなという感じなんですけども、だいぶね、まあ、変化の方はちょっと落ち着いたかなという感じです。まあ、でもね、本店のところでこのクワのね、あの実物のやつがあったんですけど、もっとですね、なんか茶色いような感じになってたりもするんで、はい、まあ、この先、まあ、さらに変化がちょっと楽しめるんじゃないかなという、はい、まあ、それぐらいでは結構変化が楽しめるね、まあ、非常に面白い金なんじゃないかなというところが、まあ、このクワの魅力とか、まあ、特徴になるんじゃないかなと思ったりもします。はい、ということでね、まあ、ちょっとね、左右に出してみてですね、まあ、ちょっと同じくですね、ここのところ、まあ、あのカウントアップの方をしていきたいなと思います。はい、0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、で、まあ、11、12、これ1年ですね。で、13、14、15、16ときて、まあ、今回の17ヶ月目、こんな感じになりました。はい、まあ、これが17ですね。はい、まあ、16、17、16、17、16、15、14、13、12、11、19、8、7、6、5、4、3、2、1、0、0、1、2、3、4、5、6、これが半年ですね。で、7、8、9、10、11、12、これが1年ですね。で、まあ、13、14、15、16ときて、今回の17と、はい、まあこんな感じです。まあ直近はそんなに変わらないよと。で、まあ1年の時と比べてみると、まあ若干ちょっと違いがあるかなという感じです。で、まあさらに、まあ引いていってみると、はい、まあ、これがまあ半年とのまあ比較ですね。はい、まあ、半年とまあこんな感じになってます。まあ、だいぶ変わってますね。はい、で、まあ、あの0ヶ月、まああのね、左とまあ比べてもらったらまあいいんですけど、まあ、実際同じ場所で比べてみると、まあこれぐらいの違いがあるよという感じです。はい、というような感じですね。まあ、直近はですね、まあ、こんな感じで、まあ、あまりあのビビたる変化しかないかなと思うんですけど、まあ、今後もですね、まあ、あの続けていけるだけ、まあ、ずっと続けていこうかなと思うんで、まあ、ゆっくりゆっくりの変化なんですけどね、まあ、あの皆さん見守っていただけると嬉しいなと思います。はい、ということでね、まあ、最後ですね、まあ、ちょこっとですね、まあ、雑談の方を、まあ、せっかくなんでね、これ出してるんで、まあ、これの書き味とかね、まあ、見ていきながらちょっと、まあ、いろいろとその辺押さえていこうかなと思います。じゃあちょっとね、紙の方を出しますね。はい、ということでね、まあ、実はですね、野原工芸のこのペン、あ、いいなと思われた方、ちょっとね、あのすぐに手に入るかというと、まあ、そういうわけじゃないんですよね。まあ、主にあの手に入る方法、まあ、2種類ほど、まあ、あるかなと思うんですが、まあ、1個がですね、はい、あの野原工芸さんの本店に行って、まあ、買うっていうのと、あともう1個はですね、まあ、公式さんの方があのウェブ販売されてます。まあ、お店の方でも一部、まあ、扱われてるところもあったりするんですけど、まあ、公式で、まあ、買うのも、まあ、いいかな。はい、まあ、ちょっと店舗に卸されてるやつは、ちょっと樹種が限られたりもして、このクワがあるかどうかっていうのはちょっと分かんないんでね。はい、まあ、あのそんな感じで、あの、まあ、主に2個のね、まあ、チャンスがあったりするんですけど、これがね、いつあるかというとですね、まあ、あの主に来店予約をこの来と書きましょうか。そんで、まあ、ウェブ販売の方を W とこういうふうに置くんですけど、はい、まあ、直近の場合だとこの来店予約、はい、まあ、これがですね、まあ、2023年の、まあ、1月から4月にまあ来店する時が、まあ、いつかというと、はい、これがですね、2022年の11月、はい、まあ、この時にですね、あの来店予約 の、 あのイベントがあります。まあ、これはあの電話であの行うような感じになってます。まあ、ちょっと電話がすごいあの混み合ったりとかして激戦になるんですけどね、まあ、ぜひあの気になる方は、まあ、本店に行けば結構あのいろいろ融通とかも聞くんで、はい、まあ、結構あの特にあのこだわりを持たれている方はこの来店予約あの頑張ってください。結構山奥ですけどね、まあ、素敵な思い出になるんじゃないかなと思います。で、特にですね、これ1月から4月ってすごいあの、まあ、豪雪地帯なんですよね、長野県。はい、あの、まあ、野原工芸さん長野県にあるんですけどね、まあ、この来店予約のこのアポがないと中に入れてもらえないんで、はい、あの、まあ、これ絶対あのしていただく必要があるんですけど、まあ、豪雪地帯のところに行くんでね、はい、まあ、ちょっといろいろとですね、それなりの覚悟とか用意の方をしていただけるといいかなと思います。まあ、自分他の動画とかでね、まあ、どんな感じのルートかとかですね、はい、どれぐらいすごい山奥にあるかというのは、まあ、分かるような動画とかアップしたりしてるんで、まあ、ぜひそちらを皆さん見ていただいて、いろいろと覚悟をしていただいた上で行っていただけるといいかなと思います。まあ、たまに自分のところでですね、まあ、親に内緒で行くとかですね、まあ、ちょっと歩いて行こうかなとか、なんか自転車で行こうかなって思われてる方いるんですけど、かなりそれね、過酷になったりとか、ちょっと個人的に危険なんじゃないかなと思うんで、はい、まあ、ぜひですね、気になる方見てください。もう街灯もないような、もう峠道を上がっていくような感じです。はい、で、あとはですね、じゃあそうじゃなくてですね、ウェブの方でね、まあ、販売の方もされてて、これは昔ね、かなりもうちょっとサーバーダウンとか大変だったんですけど、最近ちょっとだいぶね、まあ、環境が良くなってきて、まあ、買いやすくなったんですけど、このウェブのね、販売イベントがいつにあるかというと、2022年の10月中って今のところアナウンスされてます。
はい、もう10月中なんですよね。まあ、いつか、まあ、細かい日時までは分かんないんですけど、まあ、なんせですね、この10月、11月、まあ、このあたり秋ですね、はい、気をつけてください。で、まあ、今はですね、この動画撮ってるのは、まあ、8月の終わり頃で、まだ夏なんで、まだ今のところはですね、まあ、ゆっくり、まあ、気軽に待てばいいんじゃないかなと思ってます。はい、なんでね、まあ、ぜひですね、今回の動画とかの、まあ、経年変化とか参考にしていただいても構わないですし、あとは過去に自分上げてるやつとかもまあ参考にしていただくてもいいですし、あとそうですね、まあ自分他にも星2の山桜とか、あとは星3の欅とかですね、まあ紹介とかもしてるんで、まあそれらを見ながら皆さんぜひですね、まあ経年変化の大きいやつを選んでいくのか、まあそれともですね、まあ変わった、まあ経年変化あまりしないけど模様のやつ、あとはみんなが持ってるような人気のやつとかですね、はい、まあいろいろと皆さん思いがあるかもしれないんですけど、まあぜひですね、今回の動画はね、皆さんのその選びの参考とかになってくれてね、まあ神の子さん変えたよとかね、なんかいろいろ気軽に自分の方になんかいろいろと言っていただけると嬉しいなと思います。はい、というような感じですね、まあいろいろ喋ったんですがね、まあ今回の動画はまあこれで終わりにしたいなと思います。この動画良かったよ、参考になったよという方はね、ぜひいいねとチャンネル登録の方をよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろと面白い動画とかアップしたりとかもしてるんで、まあ見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。